こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では2022年の春のですね、メンズトレンドアイテムベスト5というテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思っています。僕のチャンネルでは普段ですね、定番アイテムですとかベーシックな着こなしについてお話しすることが多いんですが、その中にもですね、ちょっとしたトレンド、僕はですね、ちょいトレと呼んでいるんですが、こういったものを交えてあげるとよりですね、着こなしが新鮮に感じますし、素敵にも見えやすいかなと思うんですね。ですので今回はですね、大人の男性にも似合うようなちょっとしたトレンドですね。まあ、いわゆるトレンドといってもですね、最先端のトレンドもあれば、いろんなお店で最近よく見かけるようになったようなちょっとしたトレンドというものがあったりするんですが、僕が今回お伝えしたいのは後者の方ですね。お店に並んでいるものの中で旬を感じるもの、また大人の男性にもですね、気軽にトライしやすいものを今回はですね、5つご紹介していきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。今回ご紹介する5つなんですけども、全部を取り入れるのはなかなか難しいかなと思うので、この中からですね、1、2点でもいいですので、ぜひ皆さんもですね、気になったものを取り入れていただけると、だいぶですね、ベーシックな着こなしからほんのりトレンド感が漂うような形になるかなと思いますので、ぜひお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからはですね、具体的に皆さんにですね、春のトレンドアイテムを解説していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目ですね、これは春先に活躍するアウターなんですけども、モッツコートですね。これがですね、昨年ぐらいからじわりじわりと増えていまして、今年の春なんかにもですね、結構様々なお店で取り扱っていて、まさにですね、ちょいトレアイテムとしてはですね、皆さんにお勧めしやすいかなと思っています。まあ、このモッツコートというのは、ぜひ写真を見ていただきたいんですが、いわゆるこうミリタリーライクなコートで、一般的にはですね、フードがついているようなものが多いんですが、ここ最近トレンドになっているのは、フードがなくて、スタンドカラーの襟型になっているような、すっきりとしたモッツコート、またはですね、M65 なんですね。まあ、こういったアイテムであれば、意外とですね、大人の男性にも着こなしやすいので、ぜひ皆さんにもトライをしていただければなと思っています。まあ、ミリタリーライクな見た目ではあるんですが、丈がある程度長いので適度に綺麗感もありますし、あとは合わせ方次第ですね。こういったミリタリー系のアイテムをアメカジっぽく合わせてしまうと結構カジュアルに寄ってしまうので、コーディネートで少し綺麗めなニットを合わせてみたりだとか、黒のスラックスを合わせてみたりだとか、そういった形でバランスを取れば意外と使い勝手がいいので、モッツコートかなりですね、使い勝手がいいんじゃないかなと思っています。僕自身もですね、この1ヶ月の間に2着のですね、モッツコートを購入したんですね。着用している様子はですね、ぜひこちらを見ていただきたいなと思うんですが、まあ、このようにですね、ちょっとサイズ感もゆったりめで、今のトレンド感ともですね、割とリンクしているので、このようなコートは気軽に取り入れやすいかなと思います。まあ、動画を撮影している2月の中旬から後半だとまだ寒いんですが、内側にインナーダウンを着たいだとか、重ね着をすれば2月後半ぐらいからは着ることができるかなと思っています。で、モッツコートって定番的なカラーといったらオリーブなんですが、これが失敗すると踊る大捜査線の青島デカっぽくなるので、ちょっと注意が必要なんですね。個人的にはブラックだとか、こういったもので引き締めてあげた方がミリタリー感をある程度抑えられるので、まずは取り入れやすいかなと思っています。またオリーブの方が欲しいという方もいらっしゃると思うんですね。実際僕もブラックとオリーブ両方持ってるわけなんですが、オリーブを着るときにはボトムスを例えばホワイトにしてみたいだとか、シャキッとブラックにしてみたいだとか、ある程度ですね、綺麗めな方向に振ってあげればオリーブでもバランスを取ることができるので、このあたりの色選びはですね、ぜひ慎重に行っていただければなと思っています。春先のアウターといえばステンカラーコートみたいなものがですね、定番的だと思うんですが、こういったものをですね、モッツコートに変えてあげるだけでだいぶトレンド感が漂うかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思ってます。ちなみに今回ご紹介するアイテムは具体的にですね、こちら動画の下の概要欄にいくつか事例としてリンクを載せておきますので、そちらからチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のですね、トレンドアイテムなんですが、こちらもアウターなんですけども、先ほどのモッツコートに比べるともっと着丈がスッキリとしている
カバーオールというアイテムですね。これまた昨年ぐらいからじわりじわりと増えてきてまして、今年もですね、春の新作としていろんなお店で置いてあるので、トレンドアイテムの一つなのかなというふうに思っています。このようなカバーオールというのは、もともとはですね、作業着みたいな印象で、代表的なもので言うと、カーハートですね。このあたりのカバーオールが非常に有名かなと思うんですが、最近のカバーオールって、割とデザイン的にもシンプルで大人っぽく仕上がってますし、あとはですね、作業着っぽいようなカジュアルな素材使いではなくて、あえてちょっと綺麗めに、大人のカジュアル着としても着れるようなカバーオールがですね、結構最近は増えてる印象なんですね。もちろんデニムで作ってるものもあったりして、ユニクロの新作のワークジャケットなんかもすごく上品でいいんですけども、カバーオール自体がちょっと綺麗めな形で最近はトレンドになってますよというところは、ぜひチェックをしていただければなと思っています。これはですね、どういう文脈なのかというと、ここ数年、僕の動画の中でもよくお伝えしてますが、CPO ジャケットとか、シャツアウターみたいなものがですね、割とトレンドになってきてるんですが、そういったものの範疇がちょっと広がって、シャツジャケットよりも少しですね、着丈が長くて、ポケットがいくつかついていて特徴的な、こういったカバーオールがですね、ここ数年のトレンドになってるので、ぜひ皆さんもですね、普段の着こなしの一部に取り入れていただければなと思っています。個人的にはですね、先日ご紹介したユニクロのワークジャケット、これがですね、すごく使いやすくて皆さんにもお勧めしやすいかなと思うんですが、まあこういったデニム素材とかではなくて、あえてですね、ブラックですとか、あとはダークグレーですとか、ちょっと上品に見えるような大人っぽいですね、カバーオールというものにですね、トライしていただくと、だいぶ雰囲気が変わるかなと思うので、ぜひですね、春用のライトのアウターとして1枚チェックをしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですが、ボーダーのカットソーですね。これまた最近よく見かけるようになったんですね。このアイテム自体はもうベーシックで昔からあるもので、皆さんもですね、何度か着たことがあるかなと思うんですが、そういったオーソドックスなアイテムにも、やはりですね、緩やかなトレンドがあって、最近あんまり見かけないなと思う時期もあれば、なんか最近また盛り上がってきたなというタイミングがあったりするわけなんですが、まさにボーダーカットソー、最近はそこまでですね、多用する方は見なかったんですが、まさにこのボーダーカットソーというのが、ここ最近になってですね、ちょっと盛り上がりが出てきたのかなというふうに思っています。一番オーソドックスなところで言うと、オーチバルだとか、あとはセントジェームスですね。このあたりのボーダーのカットソーなんかも人気が非常に高いですし、あとはですね、様々なセレクトショップのオリジナルでも、こういったボーダーのですね、カットソー結構増えてるんじゃないかなと思っています。なかなかですね、大人の男性にとってはカジュアルすぎるかなと思ってですね、距離を置いてる方も少なくないかなと思うんですね。確かに単体で見るとボーダーのカットソーかなりカジュアルなんですが、使い方としては単品でこれを主役として着るよりはですね、あくまでアウターの内側に差し込むような形がバランスがいいかなと思っています。先ほどご紹介したようなカバーオールの内側に入れてみたりだとか、あとはもうちょっと綺麗めなステンカラーコートですね。コート自体が綺麗めなので、その内側にはボーダーのカットソーぐらいを取り入れて、ややカジュアル感を出すというのが意外とバランスが良かったりするので、このような形で綺麗な着こなしの外しのアイテムとして、ボーダーのカットソーをですね、使ってみるとすごくバランスがいいんじゃないのかなと思っています。僕自身ですね、今までオーチバルだとか、あとはセントジェームス両方とも着たことがありますし、様々なセレクトショップのオリジナルのものも着ていたりするんですが、最近ですね、ちょっとご無沙汰なので、今年は新しく新調したいなと思ってますので、ぜひ皆さんもですね、改めてボーダーのカットソーをチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目はですね、ボトムスなんですが、これですね、今年めちゃくちゃよく見かけるのが白パンですね。まあ、白パンというと僕の中ではですね、結構定番的な立ち位置で、今まで書いてきた書籍の中でも結構白パンを押すことが多かったんですね。ただその頃の白パンっていうのは割とタイトでコンサバな形のものが多かったんですね。まあそのような白パンっていうのは今でもですね、もちろん存在しますし、細身の白デニムなんかもですね、40代、50代の男性には割と清潔感があって似合いやすいんですが、最近トレンドになってきてるのは、シルエットとしては少しゆったりめのものですね。ワイドシルエット気味の白デニムというところが結構様々なブランドから出しているので、旬を感じるアイテムなのかなというふうに思っています。まあ、白のパンツというだけで結構綺麗めに映るので、それでいて結構タイトになってしまうと、年代によってはキザに映るところもあったりするので、個人的にはですね、トレンド感のある着こなしにするときには少しワイドめがいいかなと思うんですね。ただ、このような白デニムのちょっとゆったりめのものっていうのは、まだまだですね、見つけるのが難しくて、僕たちにとって馴染みの深いユニクロでは
なかなか見つけることができなくて、そういったものは意外とですね、GU で探すことができたりするので、ぜひトレンド感を取り入れたい方はですね、GU でちょっとゆったりめの白デニムをですね、まずは試してみるというのがすごくいい選択なのかなと思っています。僕自身もですね、GU で先日ちょっとゆったりめの白デニムを買ってみたわけなんですが、割とパッと見はですね、難易度は高そうなんですけども、白デニムって履いてしまうと様々な着こなしと合わせがしやすいんですね。こちらの写真の方のようにですね、ちょっとこうベージュだとか、あとはブラウン系のですね、柔らかい色合いのアウターと白デニム、すごく相性がいいですし、あとはネイビーだとかブラックだとかダークグレーのようなはっきりとした色ともですね、白デニムめちゃくちゃ相性がいいので、意外と一着あるとですね、様々な着こなしに使いやすかったりするので、ぜひですね、白デニム皆さんもちょっとサイズ感をゆったりめにしながらトライをしていただければなと思っています。ちなみに一番最初にご紹介したモッツコートですね、これと白デニムが結構相性が良かったりするので、このような着こなしをしてみると一気に今っぽくなるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、こちらはですね、昨年から続いてトレンド感を感じるアイテムなんですが、ニューバランスのスニーカーですね。これがですね、今年もかなり勢いがありまして、様々な人気モデルなんかはですね、発売と同時にですね、売り切れになることも少なくないんですね。まあ、僕自身もですね、ニューバランスのスニーカー結構昔から履いていたんですけども、しばらくですね、ご無沙汰してるタイミングがあったんですね。多分6、7年ぐらい履かなかった時があったんですが、2年ぐらい前からですね、またちょっと履きたいなという気分になって、そこからですね、4足ぐらい買ったわけなんですけども、このニューバランスというのが今のトレンド感ですね、あまりカッコつけすぎない、ちょっと緩いサイズで、ダサかっこいいというものをですね、許容するトレンドの中にめちゃくちゃマッチするのがこのニューバランスなんですね。ですので、大人の男性でもですね、このニューバランス、ぜひトレンド感を感じさせるためにですね、取り入れていただければなというふうに思っています。僕は動画の中でよく開いてるのはこの992という形なんですが、これちょっとレアでなかなか手に入りづらいんですけども、最近になってまた購入したのがですね、こちらの1500というですね、モデルですね。こちらもなかなかレアになりつつあるんですが、まだ在庫、頑張って探せばあるので、ぜひ皆さんもですね、チェックしていただきたいなと思っています。色もですね、ネイビーだとかブラウンだとか様々なカラーリングがあるんですが、その中でもやっぱりですね、ニューバランスらしさというと、このグレー系ですね。ミディアムグレーとライトグレーが混ざったような、こういったですね、ニューバランスのスニーカーというのが結構ですね、上品に見えるし、意外とですね、ジャケットのスタイルからカジュアルなスタイルまで様々な着こなしにはまるので、一足あるとめちゃくちゃ便利なのかなというふうに思っています。まあ、このようなちょっとですね、ダサかっこいいスニーカーと対極にあるのがですね、白レザースニーカーのようなシンプルで大人の男性に似合いやすいスニーカーなんですが、それ一足だけだとどうしても飽きてくるので、やっぱりその逆にあるようなちょっとカジュアルなスニーカーも一足持ってあげると着こなしの幅も広がるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。そしてこれはちょっと番外編になるんですが、靴のジャンルの中ではレザーシューズもですね、ちょっとまた旬な雰囲気が漂ってきたかなと思っています。中でも小綺麗な革靴というよりは少しカジュアル感があるようなユーチップだとかチロリアン型だとか、こういったシューズなんかがですね、やはりトレンドアイテムの一つなのかなと思っています。代表的なところで言うとパラブーツですとかクレマンですとか、このあたりのですね、ちょっとぽってりとした丸みのあるシルエットのレザーシューズというのが割とですね、履いてる方も増えてきてますし、店頭でも見かける機会が増えてきたので、ちょっとスニーカーに飽きてきたなという方はですね、そういったレザーシューズもですね、着こなしの中に取り入れていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では2022年春のトレンドアイテムということで、皆さんにですね、5つのアイテムをご紹介させていただきました。どのアイテムにも共通するんですが、昔から存在するアイテムなんですね。ベーシックであり定番的なものなんですが、ただそういったアイテムが長い年月をかけて徐々にまたトレンド感があるアイテムとしてピックアップされているのかなというふうに思っています。例えばモッツコートだとか、あとはカバーオールもそうですし、ボーダーのカットソー、白パンはまあ前からありましたが、こういったゆったりめの白パンっていうのはちょっとこう今までにはない流れかなとは思うんですが、あとはニューバランスもですね、昔からあるようなスニーカーなので、こういった定番的なアイテムなんですけども、今ちょっと旬を感じるものなんかはですね、意外とですね、着こなしの中に取り入れやすいですし、大人世代にもですね、似合いやすいかなと思うので、ぜひこの中でも1、2個でも構わないと思います。皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。
これからもですね、こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説していきたいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また、こちらのチャンネルとは別にですね、メンバーシップチャンネルというものを僕は運営をしています。そちらの方ではですね、週1回ライブ配信をやったりですとか、あとは皆さんからのご質問にお答えしながら、ゆるい雰囲気で中級者向けのファッションをですね、解説してますので、気になる方はですね、下の概要欄のリンクからチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。